日本の人口移と予想人口、OECD 各国の老人一人当たり、生産年齢人口。農大大は2012年時点、薄大大は2050年の予想日本における高齢化は、世界のどの国も経験したことのない速度で進行しており、高齢者の割合が最も高く、他のすべての国を上回っている。2019年。 日本の人口の28.4%が65歳以上で14.7%が75歳以上である。日本では出生率が低下し平均寿命が伸び劇的な高齢化が続き2011年に人口が減少し始めた。日本政府は高齢化が経済や社会サービスに悪影響を与えることを懸念し出生率を回復させ 高齢者の社会的な活躍を支援する政策を取っている。65歳以上の日本人は過去40年間でほぼ4倍、2019年には約3589万人に達し、日本の人口の28.4%を占めている。同時期に14歳以下の子供の数は1975年の 人口の24.3%から2021年には11.9%に減少した。1997年の高齢者の数は子供の数を上回り、2014年には大人用のおむつの売り上げが赤ん坊用のおむつの売り上げを上回った。高齢化社会と呼ばれる日本社会の人口構成の変化は2000年に高齢化社会になり2017年に 高齢社会へと変化した韓国に抜かれるまで最も短い期間で起こった。現在の出生率をもとに人口を予測すると、2060年までに65歳以上が人口の39.9%を占め、総人口は2010年の1億2800万人から2060年には9284万人に減少する。東北大学の経済学者は、 全国の絶滅へのカウントダウンを作った。これによると3776年には日本に子供が一人しか残っていないと推定される。これらの予測もあり、安倍晋三内閣総理大臣は1億人で人口減少を止めると述べた。1950年以降の日本の出生、死亡率。1966年の出生率が低いのは日の絵馬の迷信によるもの。 日本における平均余命の推移日本の人口の高齢化は世界の中でも低い出生率と最も高い平均余命の結果である。日本の総出生率は1974年以来その人口を維持するために必要な2.1を下回り続け2005年には1.26という歴史的な低水準に達した。2013年の出生率は1.43であり、 回復の兆候があるように見えるが、専門家は、出生率が好転しているのではなく、産むタイミングと数が変化し、統計的に回復しているように見える、店舗効果を反映していると考えている。結婚の減少、労働環境の悪化、女性の社会進出、賃金の低下、終身雇用の職の減少、男女の賃金格差、狭い居住スペース、 高額な子供の養育費等の経済的、文化的要因が出産の減少に影響を与えている。ほとんどの夫婦は二人以上の子供を抱えている。しかし、結婚や親になることを先送りしたり、完全に拒絶する若者の数が増えている。1980年から2010年にかけて結婚していない人口の割合は22%から30%近くに増加した。 そして2035年までに4人に1人は出産的齢期を過ぎてから結婚することになるとされている。日本の社会学者の山田正宏は20代後半から30代後半の未婚の大人を指すためにパラサイトシングルという言葉を作った。日本の平均寿命は84歳で世界最高である。第二次世界大戦末期平均寿命は女性54歳。 男性50歳であり、医学と栄養の改善により、65歳以上の人口の割合は1950年代から着実に増加した。1980年代まで死亡率は低下し、平均寿命が伸びた。しかし、死亡率はそこから上昇し、2016年には1000人あたり10.3人に増加した。主な死亡原因は、ガ心臓病、および 脳血管疾患であり、工業化社会に共通のパターンである。日本の年齢構成水人口動向の変化は、世代内お及び世代間の関係を変え、新しい政府の責任を創出し、日本の社会生活の多くの側面を変えている。労働年齢人口の高齢化と衰退は、将来の労働力、経済成長の可能性、国民年金や、 医療サービスの充実に懸念を引き起こしている。人口が少なくなると混雑した首都圏はより住みやすくなり、経済成果の停滞は労働人口の減少にとってむしろ有利に働くかもしれない。しかし、低い出生率と高い平均寿命によって標準的な人口ピラミッドは逆転し、若者が相対的に少なくなり自身の家庭を築くとと,ともに、 高齢者を支えないといけない。2014年には高齢者の扶養比率は40%であり、5人ごとに2人の高齢者を扶養することを意味する。これは2036年までに60%、2060年には80%近くに増加すると予想されている。高齢者は伝統的に成人した子供が世話をすると期待されており、夫婦が世話をする3世代家族を 政府は依然として奨励している。2015年には15歳から29歳までの17万7600人が高齢の家族の面倒を見ていた。しかし、若者の日本の主要都市への移住、女性の労働への参加、及び面倒を見る費用が増加し、老人ホーム、デイケアセンター、在宅医療プログラムなどの新しい解決策が必要である。 毎年、日本は400の小学校、中学校を閉鎖し、そのうちのいくつかを高齢者ケアセンターに転換している。多くの高齢者が一人で孤独に暮らし、毎年数千人が、死後数日から数週間気づかれずに死亡しており、この現象は孤独死と言われる。認知症高齢者数は2012年現在約462万人で、あるが2025年には、 約675万人になると推計されている。また、2002年9月現在は、要介護者の半数に認知症の影響が認められており、今後認知症高齢者は急速に増加すると見込まれている。東京都市圏は地方からの移住により、日本国内で唯一の人口が増加している地域である。2005年から2010年の間に、 日本の47の都道府県のうち36が5%以上も縮小した。放棄された家屋が問題になっている。かつて総務大臣であった増田博也は若い人、特に若い女性たちが農村部から東京、大阪、名古屋に移住し、それらの都市には現在すでに日本の人口の約半分が集中している。2040年にかけて日本の市町村の 約半数が消滅する可能性があると推定している。政府は地域活性化対策特別委員会を設立し、特に札幌、仙台、広島、福岡などの地域拠点都市の開発に注力している。都市への移動と人口減少は選挙権の大きな地域格差を招いている。いくつかの過疎地区は都市と比較し国会への選挙権が実質3倍あり。 一票の格差と呼ばれている。2014年に最高裁判所は投票権の格差が憲法に違反していると判決を下したが、農村部の有権者に依存している保守的な与党は必要とされる再編をなかなか進められないでいる。高齢者の割合の増加は政府の支出に大きな影響を与える。1970年代初めには公的年金、医療費、 福祉サービスの費用は日本の国民所得の約6%に過ぎなかった。しかし、1992年には国家予算の18%が費やされるようになり、2017年時点では国民所得の29.75%になった。1980年代半ば、政府は医療と年金の政府と民間部門の相対的負担を再評価し、 政府の費用を管理する政策を確立した。実質 GDP の変化1980年代から労働力の不足は女性の社会進出につながった。米国国政調査局は2030年までに日本の労働力が18%減少し消費者が8%減少すると2002年に推定した。高齢の世代が退職し若い世代が少なくなり、 2015年度末の日本の求人倍率は1.25倍となった。労働市場はすでに労働者が不足している。1980年代と1990年代の労働力不足の結果、多くの日本企業は定年を55歳から60歳または65歳に上げた。今日、 多くの従業員は退職後も働くことを選べる。退職者が増加し、国民年金制度に負担がかかっている。1986年に政府は年金給付の年齢を60歳から65歳に上げ、年金制度の疲弊は退職を引き延ばし、そうできない人は貧困に追いやってきた。定年退職の年齢は将来さらに高くなる可能性がある。 2000年に発表された国連人口部の調査によると労働者数からの退職者の言語を補うためには日本は退職年齢を77歳に引き上げるか2050年まで2700万人の賞味移民を許可する必要がある。農業や建設などのあまり就職の人気のない産業は他の産業よりもさらに労働者不足が深刻である。 日本の平均的な農家は67.8歳である。建設労働者の3分の1が55歳以上で10年以内に退職すると予想される人も多く30歳以下の労働者は10分の1である。生産性が日本の労働力の減少率より早くならない限り、労働力人口の減少は経済の縮小につながる。OECD はオーストリア、ドイツ、ギリシャ、 イタリア、スペイン、スウェーデンの同様の労働力不足が2000年から2025年にかけて欧州連合の経済成長を年率0.4%低下させると予測している。日本では労働不足により2025年まで経済成長が毎年0.7%ポイント低下し、その後も日本は0.9%ポイントの成長源となると予測されている。 日本政府は子育てを奨励し、特に女性や高齢者の労働力を増やす政策で人口問題に取り組んでいる。安倍政権では1億総活躍国民会議が設けられた。家族形成を促す施策には保育所の拡充、子供のいる家庭への補助、地域行政が主催する結婚活動などがある。またにテハラスメント対策として長い出産休暇など、 妊娠差別に対する法的保護など、より多くの女性を職場に止めるための政策もある。しかし、女性たちの労働を促す政策は、アベノミクスの経済復興計画の一部であるが、文化的な障壁、固定観念に阻まれている。国鉄は1973年の経路の日には、高齢化に対応して、シルバーシートを設置している。日本は、出生率を高めるため、 ワークライフバランスにその政策を集中させてきた。これらの課題に対処するために、日本は2010年6月に施行された育児・介護休業法では、理想的なワークライフバランスとして、夫婦がより多くの子供を育てられる環境を提供する目標を設定した。この法律は、父親に子供の出産後に最大8週間の休暇を取る機会を与え、 就学前時の従業員には次のような手当てを与えている。子供の怪我や病気、従業員の要請に基づいて月間24時間を超える超過時間、従業員の要請に基づいて夜間に働くことの制限、従業員の勤務時間短縮と従業員のフレックスタイムの機会などが含まれる。この法律の目的は次の通り、女性雇用率、 週60時間以上の労働者の割合、年間有給休暇の取得率、育児休暇の割合、6歳未満の子供がいる家庭での育児と家事に男性が費やす時間。日本の65歳以上の人口は、1970年の人口の7.1%から1994年の14.1%までの24年間で約2倍になった。二千十八年に、 韓国が18年で2倍になるまで最も早く、高齢化した国であった。イタリアでは61年、スウェーデンでは85年、フランスでは115年かかった。また、日本には他のどの国よりも100歳以上の人がいる。世界の100歳以上の老人のうち、約5人に1人が日本に住み、そのうち87%が女性である。日本とは対照的に、 より開放的な移民政策により、オーストラリア、カナダ、米国は出産率が低いにもかかわらず労働力を増やすことができた。人口減少の解決策としての移民の拡大は、日本の政治指導者や国民によって拒否されている。理由としては、外国人犯罪の恐れ、文化的伝統を守りたい、日本国民の民族的な同質性を信じることが挙げられる。日本は、 人口の高齢化で世界をリードしているが東アジアの他の国々も同様の傾向にある。中国では近代化と40年続いた一人っ子政策のため2029年には人口がピークに達すると見られている。韓国では出生率が OECD 加盟国で最低になることが多く2020年を境に人口減少時代になった。シンガポール、台湾、 香港などでも出生率を過去最低水準から引き上げ、高齢化対策のために苦労している。世界の高齢者の3分の1以上が東アジアと太平洋の地域に住み、日本での高齢化の問題は他の地域でも問題になりつつある。インドの人口は日本と全く同じように高齢化しているが、50年遅れている。1950年から2015年までのインドと、 日本の人口と2016年から2100年までの推定と組み合わせると、インドは高齢化において日本より50年遅れているようである。一般、国際、ありがとうございます。